まずはこの2つを見てください。比べてみると、こっちの方が表面が綺麗なのがわかりますか？深く刺すと、せっかく作った形が変わったり、穴が開いてしまいます。表面のみ 1、2 ミリくらいを刺していきます。もっと効率的な方法を紹介します。それがこの羊毛シートです。絆創膏のようにして覆うことで、効率的に綺麗にすることができます。継ぎ目は指で撫でながら刺してなじませます。この手が結構重要で、撫でながら刺すとポワポワした毛も減ります。線ができてしまった場合、まずは底のみを刺してみてください。皆さんこんにちは、羊毛フェルト作家、末山沙織です。このチャンネルでは羊毛フェルトを楽しいと思ってもらえるようなコツや作り方を紹介しています。今回はですね、ご質問でも多分一番よくいただく、表面ってどうやったら綺麗になるの？というお悩みをバッチリ解決していきたいと思います。まずはこの2つを見てください。比べてみると、こっちの方が表面が綺麗なのがわかりますか？表面が綺麗になると作品のクオリティもアップします。私が気をつけているポイントや効率のいいやり方をご紹介しますので、ぜひ一緒にやってみましょう。まずいつ表面を綺麗にすればいいの？という話ですが、これは本当完成一歩手前のお顔に入る前や、細かい模様をつける前に整えます。これジンベエザメなんですけど、これから斑点をつけたりお顔をやるので、このタイミングで綺麗にしていきます。ニードルはメーカーによって呼び方が違うと思うんですけども、仕上げ用の細い針を使っていきます。深く刺すと、せっかく作った形が変わったり、穴が開いてしまいます。表面のみ 1、2 ミリくらいを刺していきます。基本的にはデコボコのデコの部分を刺していって、平らになだらかにしていくイメージです。このまま刺していってもいいんですが、広範囲だと結構大変なので、もっと効率的な方法を紹介します。それがこの羊毛シートです。このシート状にした羊毛を使って絆創膏のようにして覆うことで効率的に綺麗にすることができます。羊毛を少し分け取り、それをさらに細かくちぎってランダムに重ねます。一度マットの上で端っこ以外をまんべんなく刺してシート状にします。シートは裏が透けないぐらいの厚みにしてください。透けている部分があったら内側から足してまた刺しておきましょう。羊毛をそのまま置いちゃいけないのって思うと思うんですが、細針で浅く刺さなきゃいけないので、そのままだと時間がかかってしまいます。また羊毛は縮むので適量が分かりづらく、早く綺麗にするのが難しいです。少し手間でもシート化しておくのがおすすめです。シートは細かいところから置いて刺していきます。このジンベエザメの場合は、ヒレを最初に刺しておきます。広い範囲はなるべく一気に刺せると効率もよく綺麗にできます。シートを刺すときに最初に端をぐるりと刺しちゃうと、羊毛が引っ張られて線状になってしまうので、ミシンのように細かく針を動かして刺します。少し刺してみて羊毛が足りなそうだなと思ったら中側に足していきます。継ぎ目は指で撫でながら刺してなじませます。この手が結構重要で、撫でながら刺すとポワポワした毛も減ります。引っ張りすぎると線状になってしまうので、優しく表面の毛を寝かせるように刺してみてください。どうしても消えない長い毛はカットして大丈夫です。線ができてしまった場合、まずは底のみを刺してみてください。それでも消えない場合は、線と垂直方向に針で周りの毛を軽くかき出して、指で撫でながらなじませて刺します。どうしても消えない場合は、線を断ち切るようにハサミでカットして、針と指でなじませてから刺すと、綺麗に消すことができます。表面が綺麗になったので、斑点とお顔の仕上げに入ります。できました。ジンベエザメの完成です。いかがだったでしょうか？この動画が参考になったと思ったら、高評価ボタンやチャンネル登録よろしくお願いします。できたや難しかったなど、コメントでぜひ教えてください。リクエストもお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。